こんにちは、小泉まやです。今回、じゃん、まやも出てる妄撮シールブックが発売になります。見てください、これペロ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 、なんとなんと、自分でめくれちゃうんですよ。これは、もう妄撮始まった当初から夢であった、自分でめくる男子の想像と妄想が入り混じった妄撮、ついに出来上がったという感じで、すごい、マヤも大満足です。だって超可愛くないですか、これ。じゃあ、破っちゃいます。リリ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 、ピンチラッみたいな感じで。なんと、じゃん、裏もこんな感じに、こっちはもう見えててちょっとセクシーな感じになってて、それがね、さらにじゃん、なんとなんと、お気に入りのところでカレンダーにもできちゃうんです。これはもうまさに買うしかないでしょうという感じなんですけど、買うしかないでしょう。そしてマヤの、この撮影シチュエーションは、これはね、やっぱりその子その子に合ったものを選んでもらえて、こういろいろセッティングしてもらえるんですけど、マヤはドール風ということで、やっぱ顔がちょっと大人にならないので、いつまでも、ま、中身の子供だからと思うんですけど、ドール風でちょっとなんかね、ティエロみたいな感じのソックスとかも黄色のチェックなんて普段使わないような感じに、このシャツとか絶対普段合わせたら上手に合わせられないっていうのを上手にリミックスしてもらって、めくってもまた可愛いっていう、こういう感じにしてもらいました。で、こっち側もこれはシチュエーション的に鏡なんですよ。で、鏡の中でなんか覗いてる女の子が、で、服はもう超ナチュラルな感じのを着てるのに、なんと下着は赤で情熱的ですっていう、そういうなんかギャップエロスみたいなのを表現してもらいました。ということで、いろんな女の子が可愛く妄撮されちゃってる妄撮シールブック、皆さんゲットしてね。バイバーイ。